僕はですね、ぴょこたんいう名前で、こういう漫画を書いているものです。僕はニンテンドー信者ね。この前、ダルビッシュにスーパーチャット投げちゃったからね、完全にやられたんだけど、ダルビッシュってね、ちょっとね、ひろゆきさんの息がかかってるのよ。だから、ひろゆきさん的なことをやってんの、最近。なんか一緒にビジネスもやってんのか知らんけど、ちょっと、ひろゆき衆が最近しててるさ、ダルビッシュから。なんか、当番終わってね、こう、ベッドに横になりながら、こう、YouTube ライブやってたの。 で、もう、ほんとスーパーチャットやめてくださいって、スーパーチャットやってくれる、もうほんとスーパーチャットとかいらないんで、あのー、もうやめてください。スパチャハラスメントやめてくださいって言いながら、スーパーチャットのコメントだけは、確実に拾っていってたんだよ。<laughs> いや、まあ、確かにいらないよな、ダルビッシュからした何、10億とかもらってる選手が、500円とかもらってありがとうございますとか、絶対に読まなきゃいけないじゃん。まあ、ひろゆきさんもそうなの。スーパーチャットが入ったら、まず読むじゃん。それと同じことをやってたから、 スパーチャーハラスメントやめてくださいで。だから僕もね、やめてくださいって言われたらそれほんとずるいよ。だって自分でスパーチャーオンに設定しなければスパーチャーオンにできないのに自分で設定しといてさ、あーもう次からスーパーチャーオフだなーとか言いながら、スパーチャーハラスメントやめてくださいって言いながら、だら僕もこのアングルだと、 ロッテの平沢大河君に似てますねっていうのをわざわざ500円払って、カッコでスパハラって書いてから、このアングルだと平沢大河に似てますねっていう、何の意味もないコメントを書いたら、ちゃんと読んでくれたからね。いや、こういう変な、下からのこう、煽るアングルだったら、すごい平沢大河っぽかったから、あやめてください、スパハラ。平沢大河に似てますね。はい、似てません。それで終わり。<laughs> あの、ひろゆきさんに僕がジャンク反対をし吉田がら帰宅から立候補したので、一言お願いしますっていうコメントをね、確かそれも500円か1000円払って、ひろゆきさんのライブ配信でやったら、吉田さんね知らないんだよな <laughs> これで終わり。<laughs> 同じじゃねえかよ。<laughs> 君ら同じなんか同じじゃねえかよ。でもちゃんと読んでくれたんだよ。うん。500円払ったぜ。 どんだけ向こうの年収、まあ、10億だとして、僕何百分の1なんだよ、僕の年収。こんなその、富の再分配を、ま、逆でいくね、SDGs の理念に反することをししまったよ。なんで僕、前澤さんがせっかくね、貧乏人に金配って、富を再分配しようとして頑張ってる中で、なんで僕が何十億儲けてる人に金あげなきゃいけないんだよ。これかなりきつい。 しかももう次からやめますって言ってて、もう、じゃあお疲れ様でしたって言ってね、配信切って、そしたらなんかね、もう見てないところで、最後の最後になんか投げたくなっちゃって、さらに僕、500円投げちゃった。500円じゃないんだよ。もう一回、もう、ファイナルスパハラって言って、ファイナル星スパハラって言ってね、もうダルビッシュも絶対に見てない、配信が終わって、その、何秒間かの変な間の時間あるじゃん。あそこでもう一回500円投げたからさ、 都合千円投げてんだぞ。ダルビッシュに。なんか、自分が歴史に名を刻もうと思って。ダルビッシュの人生で最後に金あげたの誰だっつったら僕なんじゃないかなっていうことをね、なんか。だから、Google に3割取られても700円僕ダルビッシュにあげてんのよ。直接。お金ないのに。お金なくて任天堂株も買えなくてね、ひいひい言ってんのに、一方あちらはさ、 一月、いくらもらってんだろうね。うん。プロスピとかに課金しまくって、強い選手揃えて、しかも毎年ね、10億円とかもらって、とんでもなく稼いでるのに、一生安泰なダルビッシュに、1000円も払っちゃった。でもあのね、登板後のね、ライブ配信ってすげえいいよな。 ほんとリアルなこと言ってて、つまり解説者はデタラメ言ってんじゃん。今2 c シームでちょっとシュート回転してますね、みたいなことをね、解説者が言ってるのに、あれは自分で意図的にこういう風に投げてて、今自分の生涯の人生で劣化とか全然感じてないと30代になってもむしろ今が一番いいと。自分のこ今日キャッチャーと話し合ってね、この球で行きたいねって言って、こうビュンって投げたら、それが決め球になるんだよと。その変化球は、どの変化球でも決め球にできるみたいなことを言ってさ、 それ全部オフになっちゃってるの、アーカイブは。だからあのリアルでしか見,見た人しか聞いてないことなんだけど、めちゃくちゃ面白いこと、本人しかわからない。で、その、なんとかっていう選手は、ずっと自分のね、ツーシーム狙いってずっとそれ張ってるから、あえてそこ一回も投げずに、全部スライダーでいったら、 案の定凡退したみたいなんとか、か結構その読み合い、で、だからニヤニヤしちゃったみたいな、コメント欄で、その、マウンドを入った時ニヤニヤしてたんですかって言ったら、そういう理由で、ちょっと、あいつとはどうのこうのみたいなんとか、そのリアルが聞けんの結構いいよな。だって、その解説者とかって結局は傍観者だから、適当なこと言ってんのよ、あいつだって、実は。うん。だけど本人の気持ちと本人の配球と、そのキャッチャーとのやりとりっていうのは本人しか言ってなくて、それがもう本当のことじゃん。なんあれ面白いわ。 うん、寝っ転がりながら、割とコメントに対してさ、特にスパチャ投げれば絶対それ読むからさ、長くてもわざわざ読んでたし、ハラスメントスパチャハラもいい、ほんと、ほんといいんでスパチャもういいんでとか言いながら。で、35で引退するって言ってんじゃん。ダルビッシュってもう次のこの契約でもいいでしょって。なんならあれ嘘なんかな。 ちょっとわかんないんだけどさ、35で引退するって前から公言してて、でもダルビッシュの公言って嘘も多くてさ、メジャーリーグ全く興味ありませんって言って、行きませんとか言ってたのに、結局日ハムにいっぱいお金が入るタイミングで行ったじゃん。だから結局その時その時,その時でね、 気持ちが変わるんだけど、ダルビッシュの説明としては、子供たちと接する時間を、遠征とかが多くて取れないから、せっかく今ね、子供たちがこういう時って今しかないから、その接する時間をしっかり取りたいんで、なんか35で引退するって言ってるけど、本当に引退するんですかってコメントにも、だってさ、今娘がいて、遠征行かないでって言ったら、行きたくないじゃないですかとか言ってね、でもあれ嘘だろ絶対。そんな風になるわけないじゃん。 だって自分のやっぱポテンシャルと今が一番そう油が乗ってるって自分で考えてるんだったらさ、その期間でそんなまあそこは少し心を鬼にするっていうかさ、そもそもそれ聖子さんが許さないだろ聖子ママが。ダルビッシュの妻子と聖子ママちゃんがそれを許すかって言ったらそんな子供に対する教育してないと思うぜ。ダルビッシュ聖子は。 自分の娘に対してパパっていうのは本当にすごい人間だからこうやって毎日遠征に行ってるんだよっていうふうにちゃんとそれは教育してっからそんな娘ちゃんがさパパ遠征行かないでっていうことなんてないと思うんだよねだから結局は自分のね最後の最後までだってピッチャーなんて今のダルビッシュみたいな感覚でしっかりと体をケアしながら続けていけばさ なんなら45ぐらいまでできんだよね。まあ肩は確かに消耗品とはいえ、いろんなその変化球だとか何だとかで対応して頭脳は成長していってるし、勝負感とかさ、その場数である程度養えるもんがあるんじゃない、だから小宮山みたいにさ、小宮山とかソフトバンクの和田みたいな感じとか、かつては速球派だった選手が、まあ山本正みたいなんとか、うん、技巧派に転身してさ、 うまくやっていけるのの、割と最有力候補じゃないダルビッシュって。もう速球じゃなくて、変化球ので勝負していくみたいな。いけるでしょ村田兆治さんみたいに。うん。そこに、ダルビッシュ聖子さんのね、子育てが加わって、なんならピッチャーっていうのは、チームに同行しなくてもいいんでしょわがまま言えば。中い日いでしっかり投げ続けてればいいんじゃないの中5日だっけメジャーは。それでいずれはね、 まあ国内には多分もうやらないと思うんだよな。イチローみたいな感じで。あでもね、矢蓋みたいにね、最後はね、また千葉ロッテマリーンズに戻ってくるパターンあるじゃん。だからファイターズに戻って一発みたいな。なんならマリーンズに戻ってね、マリーンズに帰ってくるとかさ、入口パターンで、ソフトバンクから出ていって、最終的にはマリーンズに戻ってくるパターン。まあそんなね、ダルビッシュに僕は1000円も上げたっていう。